にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。あ、 SSR だと思ったら、トレセン即完了期交換券ってなんだ。あ、これもしかして、あの馬の SSR より重要かも。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。鮮魚ですね。イベント開催中だよ。これはでかいな。石が35個、10回ガチャ引きたくなるじゃないですか。チケットガチャがあります。あと5枚で50枚ですね。トレセンってどうやって開放するんだっけ。イベント開催中だよ。事務所かな。まず神社行こう。ほら早くラッキーだ出すんだよ。はい、来た。イベント開催中だよ。トレセンってどこなんだろう。イベント開催中だよ。もう死亡フラグにならなきゃいいけどな。イベント開催中だよ。何これ。うん、まあまあかな。ベストバ体重は何キロ。440キロです。お、嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。お、嬉しいか。はい、何です。アニマ記念か。アニマでアニマ距離持たないから、だからあの金牌で行くのか。そう、連帯外しちゃいましたからね。イベント開催中だよ。
436ね。いいね。積み立て線がアップ。そして中山金牌登録。いい感じだね。はい、何です？しかしずっと気になるな。スターホースポケットトレセンってなんだ。どうやったらトレセンを解放されるんだったっけ。トレセンで預けることでプレイをしなくても、競走馬の育成が可能になる。メダルを使っていろいろな力を上げるんだけど、結局週の経過が合っちゃうから、事実上これ自動でやってるようなもんだよな。使う機会はそんなにないですね。まあ世代を経て覚醒で強化したい場合には有効でしょうね。個人的には微妙です。3.2 倍1番人気。もっとグリグリというかダントツ1倍台になってほしかった。キングストレール、朝霞ディフィート、マイネルレコルトは、ダンスインザモアあたりか。ビタローザ。この辺かな？知ってる中では。行ってみましょう。57.5 キロ。これハンデ戦だな。金牌ってよく考えれば。なので、軽ハンデが穴になり得ます。行ってみましょう。新年の門出を祝いたい名物重賞です。枠6番ゲートが開いた。スタートは横一線ですね。ほぼちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして先頭に行くのはメジロマントル、先頭4番キングストレール、雪の3ロイヤルがかわしていきました。ちょっと離れて7番マイネルレコルトであります。内から1頭ビータローラ、各馬第1コーナーに差し掛かります。外を通りましてカンファーベスト、それからもう1頭マサカディフィート、そしてその後ろから5番コンラッド、それからダンスインザモア、カタノパラダイス、外を通って9番シェイクマイハート、一番後ろにカナハラドラゴンであります。さあもう一度前の方に戻ってまいります。5番コンラッド、8番ダンスインザモア、これが一番人気の6番カタノパラダイスであります。その後ろでやりましょうか。9番シェイクマイハート、その内からはカナハラドラゴン。さあものすごい歓声の中山競馬場、先頭メジロマントル足が止まった、外からはキングストレイル懸命に手を動かして、赤の手とカンパーベスト、内を飛んだ赤の手とカンパーベスト、青い帽子キングストレイル先頭だ、内を通ってメジロマントル、カタノパラダイスが差を詰めてきた。外から1頭カタノパラダイス、1着キングストレイル、2着カタノパラダイス。多分成長度が遅いんでしょうねこれきっと。残念。あとハンデも重かったかも。4番影響したのかも。馬がレースから帰ってきたね。イベント
ント開催中だよ。歩けばは待ちましょう。8キロまでの増量が限度なのか。イベント開催中だよ。元気だね。なんかクラシックで色だから色出せないな、やばいな。日経紙はちょっと距離長いしな。大阪杯かダービー強化っていうとこだろうな。中山が向いてないかもしれないね、この馬。追い込みっていうのもあるけど、大阪杯の方がいいのかな。あ、でも状態が悪い。もうちょっと待ってもいいかも。いい感じだね。疲労回復か。いい感じだね。どうしよう、出すか。マイラーズカップ、マイラーズカップは待つのはちょっと辛いな。あ、アンタレステークスという手もあるけどね。はい、何です。正直大阪杯しんどいけど出さざるを得ないだろう。そんないいメンバーじゃないけど。はい、何です。あ、成長したんだ。ベストバ体重成長してしまったので2キロ減りますね。はい、ではですね、大阪杯ちょっと育成が心配になりますが、どうしよう。下手に大阪杯出さない方がいいよな。アンタレスの阪神、中山は避ければそれで OK だからな。とこれはオス馬だからマイラーズぐらいしか出すしかない。でもマイラーズだったら消費する州が多すぎるしな。出しましょう。3番人気だね。3番人気。ただいまより投票受付を開始します。一番人気はローゼンクロイツ。そんなに強くないんじゃないかな。二番人気はドマイヤジャパンだからそんなにいいわけじゃない。現に一番右に20までついてますからね。決してチャンスじゃないとは言えません。行ってみましょう。2が行われる大阪杯、片尾パラダイスは5枠5番です。桜も見頃の2川で行われる春の中距離王決定戦であります。
タートを切りました。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。先手を取ったのは3番シルクネクサス、アドマイアジャパン、内を通ってマーブルチーフ、そしてその後ろから12番ローデンクロイツ、内を通りまして4番シルクテイマス、そして6番手に10番ランファーベストカンパニー、7番マッキーマックス、そのうちからはアサカデフィート、それから9番鈴鹿マンボ、カタノパラダイスがそのうちにいます。そしてしんがりからローマンエンパイアであります。流れるようにレースが展開されています。依然先頭3番シルクネクサス、差が開いてマーブルチーフ、そしてその外に11番アドマイアジャパン、ローデンクロイツ、ピンクの帽子が馬込みで入れています。まもなく第3コーナー、それからもう1頭シルクフェイマス、カンファーベスト、そのうちに2番カンパニー、それから7番マッキーマックス、アサカデフィートがその後ろ鈴鹿マンボ、そのうち5番カタノパラダイス、一番後ろにローマンエンパイア、先頭を行くのはシルクネクサス、4馬身リード、この辺りちょっと離れているマーブルチーフ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。ローデンクロイツは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。さあ抜けました、アドマイアジャパン、ローデンクロイツが差を詰めてきた。外からローデンクロイツ、先頭竹豊とローデンクロイツ、2頭が前、2頭が懸命に追う、先頭竹豊とローデンクロイツ、ローデンクロイツ1着足に全然ダメ、見事答えました。まあこんなとこに出てる場合じゃないですね。6着か。気を取り直して次行こう。1着ドア開けてあまり良くないのか。12着、まあやばいな、あれ良くないです。馬がレースから帰ってきたね。お、いいじゃないの。はい、何です？そんなに休めないが、今後どうするかは迷うとこですね。コバなんでね、目黒記念なんとか距離耐えられるけどな。意外といいレースがなかったりします。エプソムカップあたりとかいいかもしれないが、エプソムカップだとちょっと遅いかもしれないかな。ベストバタンジは442キロです。作物ができてるね。農園に行きますか。作物ができてるね。農園に行きますか。イベント開催中だよ。臨時組みました。また微妙な発言をするな。まあでもまだ37周ですからね、本格はこれからと、前の父親のようにと言いたいところです。今注目の足毛ですかね、ゴールドシップなどで。頑張って育てていきたいと思います。はい、よろしければチャンネル登録高評価お願いしますとは言いません。ちょっと申し訳ないってことで、次回もよろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、何です？